With you the sun is shining 24/7 Cause when we're together It feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on youはい、じゃあやってる。やってたね。ほら、久々の飲みの市。嬉しいわ。雨降ってるね。すごい雨やね、ほんで。行くな。こっちやと思うね、まっすぐ。マシャービデオ。飲食器。あ、ここでもなんか人気やな。飲食器安いんかな。飲食器安いんかな。面白い。こっちから見てみる？はい。うん。アフリックな。お。レコードとか売ってはるな。あ、地球儀や。かわいい。この地球儀かわいい。この扇風機もかわいい。かわいい。なあ、いいな。わあ。かっこいいよな。かっこいい。ポストカードすごっ昔はこうやって売ってたんやなかわいいなほらキャスポスってあるって書いてあるでも1枚ずつそういう紙付きでなあかわいいなかわいいなこれ見て文字全部スブニールールって書いてあるあ1個3個ユーロやってあ、ほんまや。Ça, c'est toute la, oui. toute la France mélangée. Ah, là, c'est vrai. Là, par contre, là, vous avez Bretagne et Normandie. D'accord. Là, vous avez l'Alsace. Alsace. Ah, Alsace. Alsace, c'est là. Mais c'est Alsace, c'est là. Celui-là, il est très beau, là, celui que vous avez. Ouais. Ah, merci. Voilà. Ça, c'est beau, c'est pas grave. Tout le paquet. Tout le paquet, ah. tout le paquet c'est l'Alsace. Ah, merci. D'accord. Ah, c'est très beau. Simple.並べるとめっちゃ可愛いな色はうわ、可愛いな集めためっちゃいいなほら、これとかも超可愛いほんまやなめっちゃいいやばい、あやが欲しなってる欲しなってる欲しなってるいや、これはなんか買っといた方がいい気がする何個か買ってるじゃあないもん、これ初めて見た、うん、あんまり見えへんな何個かは見たことあるけどめっちゃいい全部これ、こんな風に売ってますかわいいどれにしよう、全部欲しいけどこれは決定、私めっちゃ可愛い決まった OK これも可愛いこの横の文字とかの入れ方うんでもこれも好きやねんなあ、これも可愛いなAlors normalement ça fait 25, je vous fais 20. Ah, c'est gentil. Et là je vous fais 8, je vous enlève qu'un euro, mais bon, voilà. Ça fait 28 au total. 28? 28, je vous ai enlevé 5 et 1 euro. 6 euros. Yosha, get したね何 get した結局、ちっちゃいのが3つ。3つと大きいのが1、2、3、4、5つも買っちゃいました。買いましたね。いやもう出会うことないと思ったんでね、大量買い。で、ちっちゃいのはこれ、うんうん、これはい、かわいいこれかわいい大きいのがこれ、うん、これいいねこれいいねこれこれです結構やっぱシンプルなデザイン選んじゃうなうん、普通にかわいいめっちゃ嬉しいもう今日もこうやって買ろう OK 結構いいもんゲットできたな、もはやあんまりね、このポストカードの、うん、写真をグッと集めてるやつはよく売ってるけど、うん、こうやって表紙付きのなんかノートみたいになってるのは初めて見たっていうか珍しかったよな多分そのあんなグワッていっぱいなかって、うん、ちらほらやってんけどやったしかも結局3、40分迷ってそれ選んで、で無視にやって決まったよって言ったらもう無視が先にあの値引きしてくれましたそうトータル6ユーロ安くしてくれた6ユーロぐらい安くなりましたイエーイそうこれ本当はこんなんだけどこの値段するねいろいろ他も見ましょう、はい、ちょっといきなりこんなモードでしたがあといろいろ入り口でした
そう、また今から全部見ていきますんで引き続きお楽しみください。なんかやっぱ結構いいの見つかりそうな雰囲気やな今回。これがお皿か。うん、飾り系のお皿やね。見て、これめっちゃ売ってる。ほんまや。おお。字売ってた時のが残ってるっていうね。ほんまや。ほら、これちっちゃいし。あ、打つやつか。そうそう。多分それの箱やったやろな。あ、また。こういう系もね、ちょっと一瞬考えた時もありましたが。銀食器な。銀食器ってでも手入れてどうすんやろな。あー確かにネットで調べな。おお。サラ系やな。ちょっとあれやな、アジアチックな感じ。ほんまや。うん。アジア系の結構あれやな。今は人気なのかもね。あ、ここなんか可愛い感じのお店やで。ここは現代っぽいものも売ってる。現代系多め。パッケや。なんやね。ミリタリー系。ほんまやな、ちょっとミリタリーっぽいな。あーでもこのバッジとかも集め出したら止まらんやろな、ピンバッジ。わー止まらんと思う。一回もう好きなの見つけちゃったら止まらんみたいな。部屋の一室あるやろ、埋まんねやろこれ。そうそうそう。あーかわいい文字。なんで昔のでこんな文字かわいいんやろな。また紙系見つけはった。ほら見て。まや。オーバー。オーバー。雑誌？なんか物語っぽいな。しかもビートルズとモハメドアリとか。これビートルズ？うん。若い時やな、だいぶ。やばか。有名人のあれやな、フォトを売ってんねんな昔の。ね、私ポット。ちっちゃ、可愛いけどな。ちっちゃいね。一杯分ぐらいミルク用か。え、いいやん、ミルク用な。人形。人形ちょっとなかなか可愛く並べられてるな。これも可愛い。ほんまや。セットでね。こういうの揃えてやるのはいいよな。うん。確かに可愛い。これも可愛い。うん、お皿がいっぱいだ、あでもなんか状態がいいから結構高そう。同じブランドのやつかな。これ結構かわいいと思うんだけど。そう、この花が結構これ、うん、でもでもちょっと自分らの好みと少し違うな。うん、あ終わりです。あじゃあ反対側だ。あまたスタートに戻ってきました。銀食器祭りいいなぁ、確かに。こういうどうですか。あお、ちょっと違うけど、なんかいい雰囲気してるね。近いね。近い雰囲気してますね。あやはいつもイヤリングをゲットするのが大好きなの。そう、最近な、お気に入りなくしちゃったからな。うーん思い出した。ああ、まあまあ、そうやな、こっち系やな。ないですね。ないですね。ですね。これはちょっと違うね、街の。ん？何？え、なんか初めにさ、ちょっと気に入ったもん見つけれてるから、なんか心が楽に来れるよね。優しい気持ちで。優しい気持ちで見れるわ。あ、かわいい。こんなソファー。かわいいソファー。すげえ。この可愛いソファーにこの絵のコラボがいいな。可愛い。この辺はガラクタ系が。虫が適当に置いてる。なるほどね。まだ額の絵がいっぱい出てて。お便所。お前らちっちゃい可愛いお便所。これアルコランプ。ほんまやな。びちゃびちゃやん。でもこういうところに何かありそうじゃない。あなんかあるかな。あ本とかこう
ヘッドホン。あ、ビデオ。ほんまや。あ、超ガラクタやな。ポッカーあるやな。これちょっと可愛いな。中開けてみて。あ、まあ綺麗。あ、ちょっと違うね。でも可愛い可愛い。可愛いよな。うん。あ、いいね。でもセットでいいよな。うん。でもちょっとエレガントすぎて。ないね。これなんやろ。あ、オーディオ系の古いやつ。濡れていいの？あれかな、見た目だけとかパーツだけとか。え、冷蔵庫。冷蔵庫、冷蔵庫は俺新品で買いたいな。昔見つけたさ、ワイングラスがさ、うん、めっちゃ良かったん。で、多分1個20ユーロぐらいやって買わんかったんけど、今思ったら買っててよかったなって。めっちゃ良かった。今でもまだ脳裏に焼き付いている。もうすごい高くて、あー、デゾレイユですぐ去っていってしまったけどさ、やっぱりいいものを残していこうっていう心がないと。そう、今の気持ちだったら多分買ってんね。あ、ほんまや。え、ティーカップ見つけるの上手やな。これめっちゃ可愛いな。このお皿も可愛いね、ティー皿。あ、すごい、こんなお上品なやつもあるで。これすごいよな、お茶菓子と一緒に出せって。これもちゃん、これも同じあれ見てるな。うまそう。待って、急に飲みの石と思ってたら、すごいサラミがいっぱい売ってる。香りする。あ、パイが売ってる。パイ持ってる。辛いパイかな。なあ、うまそう。あ、早く終わっちゃったね。ピニ、ちょっとこっちないか見てみよっか。めっちゃ少なくない今回。20ぐらいかな。なんかさ、80店舗出るって今日帰ったんやけど、こんだけしかなかった。絶対しかなかったな。で、あやちゃん来るの初めてちゃん。ここ、あ、ここか、行ってたい。ここがね、あのすごい綺麗なところで、一回紹介してるんやけど、ここだけ南仏みたいな雰囲気になってるんですよね。こういう感じです。あの、詳しくはね、以前の動画でもご紹介してるんで、よかったら見てみてください。素敵よな、いいお家。心地になっちゃってるって言ってたよね。そう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 。これなんかインスタグラマーが、うん、インスタ映えでめっちゃ撮りまくったりとかさ、そういうのしたらしいよ。可愛いよな、でも。ちょっと気持ちわかるな。うん。だから、前行った時、若い子がさ、いろんな服持ってきては着替えて撮ってあったり。だから、アルル来た時思い出すね、こう。アルル行きたい。アルル行きたいな。ちょっとね、飲みの市はね、うん、ちっちゃかった。今日のはちっちゃすぎたな、多分。あ、ほんま？うん、そうやで。今日のは多分ね、コロナの影響やと思います。いや、でもいいの見つかってよかった。いいの見つかったよ。今回あの、たっぷりたっぷり、あの、また久々の飲みの市をお見せしたいなと思ったんやけど、ちょっと無理やった。仕方ない。そう、で、今日ずっとメガネ曇るしさ、もうずっと前見えへんね。辛い。なぜ。終わりです。終わりです。はい、ということで今日はなかったんですけども、はい、でもね、一応ちょっとゲットできたんで、うん、満足満足、はい、だってもうあの時で帰ろうって言ったもん私。もう帰ろうって言った。もう満足で頭。そうそうそう、そうね。はい、ということでね、今回は、まあ、いいものゲットできた1日でございました。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント。この前ここで、あの、鳥見つけて、お、見ていきましょう。なんか夜はライトアップしてそうですね。あ、ほんまやな、クリスマスっぽい。バイバイ。お、なんかゲットしてますけど、どうしたの。なんかこのね、ここのお店並んでるところで、うん、めっちゃ可愛い店あったから入って、うん、なんか買っちゃいました。そう、2人一瞬で一目惚れして買っちゃったんですけど、じゃーん。
はい、かわいい。柚子のシロップらしいです。オーガニックのシロップなんですけど、まあお酒に入れてもいいし、お水に入れて飲むのもいいし、料理に使ってもいいよっていうので、この瓶がね、美しすぎる。ここも木ですね。そう、しかもこれで12ユーロなんで、まあもちろん高いですけど、1400円ぐらいかな、うん、でもなんか見た感じ35とか、うん、イメージやったんでめっちゃ良かった。そう、これともう一つは有名なお花な、ね、お花のシロップ、お花のシロップもすごい気になるのでこれも買ってみました。いいよね。で、ここあのセレクトショップみたいになってて、うん、今の期間はこれを売ってるけど、また違う期間になると終わりますって言ってたんで、うん、チャンスと思ってね、もう出会えないかもしれないから買っちゃった。買っちゃった。じゃあ帰ってまた飲んでみます。イエーイ。